鈴木たまえ。Welcome。 うん。猿の楽天が目に浮かぶぜ。まあ、奪い返されねえためにも互いに足を引かぬよう、ただ一心に努めるのみ。竜と虎の意を狩る狐、我が輩まかれてもいいとも。メキカツ野郎なんざ目じゃねえ。総大将は竜王だ。王閣などとは認めはせぬぞ。総大将は雪村様だ。この同盟の長だが、より活躍した軍の主でどうだ。うん、それがしにも異存はない。お前はどうも助けよ。俺様も賛成だね。竜の旦那を顎で使えるいい機会だ。王様ならばなおさら破れるわけにはいきませぬな。まさかまさか誰に。なんの日の本一にふさわしきはこの完結馬ぞ。かたや勇猛、かたや暴走、なんというゆしき組み合わせか。レッツゴー、小四郎。ギョイ、この手で切り開く。行くのだ、サスケ。了解。やりごたえのあるお仕事だね。同盟はしたが、俺にただ乗りしていいと言った覚えはねえぞ。と、バレちゃいましたか。きっと、やばい場所取られたっす。てめえに限って問題ねえとは思うが、朽ちるなよ。当然、同盟の団子でつまずいちゃいられないっての。まだだ。立て直す気は必ず巡る。迫られたな。あんたの爪が甘いんじゃねえか。何を言われるか、正宗殿。貴殿の方こそいささか奔放に過ぎよう。加藤小次郎、俺に言いたいことがあるんだろう。ならば正宗様、この場をしのぎその暁にいち早く帝に下る。その判断は確かだ。てめえは一体いつまで皮をかぶり続けんだかな。さて何のことかね、カタク。おっと待ちな、カタクリ君。我が輩は紳士、それ以上でも以上でもないのだよ。俺の代わりに見定める真田幸村。政宗様が冠された王という名のありよう。片倉殿、貴殿の思いと忠義にかけ必ずや。武田の未来、我らで担うと決めたのだ。奥州竜王軍。たまんねえ響きだね。バカな、他ならぬ貴殿と組んでのこの手たらく。それだけ手ごわい相手ってことだ。上等だとは思わねえか。自陣の動きがいささか噛み合っておらぬようですな。王が王手を刺されるなんざ笑い話にだらしねえ。これは敵方とて押し黙らざるを得ますまい。てめえら群れりゃいいってもんじゃねえぜ。さて、それじゃあ始めますかね。俺様にしかできない大切なお仕事ってやつをさ。サスケ、くれぐれも気を抜くな。あらら、俺様ってばこれだけ働いても信用ないのね。思い知ったかい。ズルから始まる正義もあるよ。サスケ、お前の指導
無駄にはせん。あんたなんかに後を任せることになるとはね。せいぜい刺激しないでくれよな、うちの大将。さ悪いやに死ねず。グンマイ、死ねる。みんなが熱血だから、俺はサスケ殿のように強豪と行くぜ。こうなら前髪決めて挑みかかるぜ。小十郎様の策が及ばれるか、何の情報。上か、それは間もなく示される。開門せよ、この雪村も政宗殿が引き受ける。つめ汁ってさ、結構おいしいよな。門を通るとき、獅子の核が見えるものだよ。我らが日を高くして眠れるのは三大様のおかげ。さあ道を開けたまえ。我が輩に近づくと呪われてしまうよ。龍虎同盟の王さ、早い者勝ちはいかがでござるか。エクセレント、サウンドグッ。ようやくこの時が来たか。随分と長かったじゃねえか。貴殿との偽りなき上限、定めるは恐ろしくもあった。テイティーシー、気楽に行こうぜ。名乗るだけ名乗っておしまいなんてらしくねえっすよ。手取りが取らぬ恐ろしさ、ご覧に入れよう。我が二層地に突き立てる。死んだとしても俺は諦めねえ。俺の理想を望むのままに、誰もが必ず立ち上がる。素敵な紳士は大人気。我が輩の決断が乱世を動かすといっても過言ではないね。おいっちに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 